こんにちは、ハッピースデザイナーのヒッチです。こんにちは、フィンランドデザイナーのマサです。よいしょ。こんにちは。本日もバチバチなリメイク動画になります。はい、はい、それでは早速本日リメイクするアイテムはこちら。よいしょ。はい、こちらの T シャツ2つでございます。ハッピースのアナーキー T シャツとフィンドワンのこちらのトランプ T シャツ、こちらを2着使ってフュージョンしちゃおうと思います。はい、はい、まあもう当店でフュージョンといえばもう一つしかないですね。はい、ドッキングでございます。すでにこだわりをね込めて作った作品ではあるんですけど、さらにこの2つを僕たちのこのリメイク加工でさらにさらにこだわりとデザイン性を高めた作品を作っていこうと思います。はい、それでは早速リメイクレッツ。こんな感じで仕上がりました。今回ハッピースとフィンドワンの、ね、異なるデザインの T シャツを、まあ、無理やりドッキングするっていう感じで、
まあ、今回 T シャツのドッキングは YouTube で紹介するのは初めてなんですけど、やっぱりこの生地が薄い分だったりとか縫い返しの部分だったりとかっていうのがかなりちょっと手こずる部分がありました。そのシームもしっかりと同じ長さで縫い合わさるように、まあ、左右のテンションを整えつつ、ミシンで少しずつ少しずつ丁寧に縫い合わせて、できるだけまっすぐなドッキングに仕上げました。そこにダメージ加工を施すことにより、より個性を乗せてみました。ポイントとしては、あまり規則的にならないように、あくまでそのヴィンテージの T シャツというのを意識して、あのダメージ、自然な風合いを目指してダメージを入れてみました。肩や、裾だけにちょっと厚めになるように多めに入れたりとか、そういうところもちょっとポイントをつけてみました。本日ご紹介しましたこちらのドッキングリメイク以外にも、当店さまざまなリメイク処方、リメイクの受注を受け付けておりますので、詳しくは概要欄の方からお問い合わせください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメント絶賛よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。